こんにちは。今回は香港100万人でもですね、今中国は究極の二択を迫られているっていう話をしたいと思います。まずですね、今回のその香港デモのちょっと特徴をいくつかお話をしたいんですけど、まず一つ目が、このデモっていうのはこれはね、いろんなところで言われていることですけど、今回のデモのその特徴として挙げられているのって、このピアツーピア式っていうのがあるんですよね。分散型ですよってことを意味しているわけですよ。つまり中央集権ではなく散ってますよっていう、まあ、そのままなんですけど、で、これどういうことかっていうと、このデモには指導者がいないんです。それを仕切ってるリーダーがいないっていうことなんですよね。通常例えばなんかクーデターとかが起きますってなったら、それを率いるリーダーがいるじゃないですか。よしやるぜみたいな、倒すぜみたいなリーダーがいて、そいつが引っ張っていくわけですけども、ってなった時に、じゃあそいつを倒したらある程度そのデモ隊っていうのは、まあ、収束するわけですよね、まあ、戦力、まあ、戦意を失うわけですけども、今回っていないんですよね。だから非常にですね、その以前中東で起きたアラブの春ってありますね。これも誰が引き起こしたのかがわからないんですよ。まあ、いろんなその SNS とか Facebook、Twitter を通じて拡散していったというふうには言われてます。これによって、いろんなその内紛だったりクーデターっていうのが中東で起きたわけですけども、これも収束が非常に時間がかかったというか、もうほぼ無理でしたね。で、今回のこの、香港のデモに関しても分散型ピアツーピア式なので、ここを叩いたら解決しますっていうのがないんですよ。だからこれは大変なんですね。で、そのデモ隊はもう香港のいろんなところに散っちゃってるので、ここ叩いたら、ここ叩いたらこっちでデモ隊が活動し始める、ここじゃ叩きに行ったら今度こっちみたいな、同時多発なんですね。だから治安部隊非常に苦戦してます。鎮圧するのが非常にこれは難しいタイプのデモなんですよ。要するにね、中国共産党の視点から見た時に厄介なのは、香港でこれやられてるってことなんですよ。で、香港っていうのは国際的な金融ビジネスのハブになってるじゃないですか。ビジネスマンだったりとか、いろんな国際企業がありますよね、香港には。ってなった時に、そこでいきなり銃をぶっ放したりとか、戦車でデモ隊を引き殺すなんてことは到底できないわけです。下手に手を出すことができない、これがまたこのデモ隊が自由に動き回れる一つの要因になっているところですね。じゃあどうしたらこのデモを終わらせることができると思いますか。まあ、これはもうすでに今中国でやってますよね。中国の国内で今何をやってるか、中国は当然これを恐れてます。中国国内でこれをやられることを恐れているので、中国では通信制限してますよね、なので Facebook とか Twitter をとか YouTube を中国国内から見ることができないようにしてます。そうやって情報を制限することによって、こういったクーデターとかデモを起こさせないようにしてます。でも香港は国際的な金融ハブなので、そういった情報の入手っていうのは自由です。そして SNS とかそういったものも自由に使うことができる、うん、だからそれによってデモ隊っていうのは連絡を取り合って、よしじゃあ次はここ集合、ここ集合みたいなことをやって、治安部隊は後手になってしまうってことですよね。じゃあそれを鎮圧するにはどうしたらいいかっていうと、通信手段を制限したらいいんですよ。それが一番早い。でも、もし香港で中国がそれをやったらどうなるかっていうことですね。あ、香港でもそういうことをするんだって思いますよね、みんな。だって中国は香港ではそういうことをしないって信じてるから、香港に拠点を置くし、そこで国際的な金融取引をやるし、ビジネスもやるわけですよ。でも何かあったら、あ、中国ってそういう手打つんだってなったら、みんな香港から引きますよね。リスクがあるから、高すぎるから。だってそこから資本を出せないかもしれないし、そこを香港から移動できなくなるかもしれない、パスポート取り上げられるかもしれない、どうなるか分からない、人質に取られるかもしれないですよね、分かんないですよね。ってなったらリスクありすぎるから引きますよね。っていうことは当然中国共産党も分かってます。だから安易にはそういうことはできないんですよ。そういうことをすると、当然その中国の企業の製品も誰も買いたくなくなりますよね。例えばファーウェイとかいろいろ話題になりましたけども、いや、なんかそういうことするんだったらファーウェイ使ってたら、なんかいきなり通信制限されんじゃねみたいな風に思う人も出てくるじゃないですか。ってなったら、いや、ファーウェイ使うのやめようみたいな、商品取り扱うのやめようみたいななりますよね。で、さっきもちょっと言いましたけど、香港っていうのはそのいろんな国々が中国と取引をする際の決済拠点だったり、香港ドルを介して人民元に変える、人民元を香港ドルを介して別の通貨に変えるっていうハブなんですよ。
中国との貿易も香港を通すし、決済も香港を通すし、その金融の部分も香港を通してやってきたわけですよね。そうやって中国とやり取りをすることによって、その自国の経済をどんどん発展させるっていうことをやってきたんですけども、もし仮に中国が香港に強制的に介入したら、それは軍事的にも経済的にも情報通信網的にも介入したとしたら、もうそのハブとしての機能は失われます。ってなったら、他の国々が中国とやり取りをする手段はなくなるので、自動的に中国は国際的なネットワークから弾き出されることになるんですよ。陸の孤島になってしまうっていうことですね。だから GDP2 位みたいなものは一切意味をなくすっていうことです。ということで、中国は安易にその手を打つことはできない。これが一つ目の選択肢です。じゃあもう一個の選択肢は何かっていうと、それが諦めるっていう方法ですね。もう中国は、香港から手を引きますと。はい、わかりました。デモ隊の言う通りに、民主化します。選挙も普通選挙やります。もうやるので、もうじゃあデモ隊の皆様、もうこれ以上やめてくださいと、っていうふうに言うのが2つ目の手段です。でもこれをやったらどうなるかっていうことなんですよ。これをやってしまったら、その前例を1個でも作ったら中国共産党の権威は地に落ちますよね。それを1回でもやったら他からも言われます。チベット、ウイグルからも絶対言われます。香港にそれやったんだ、うちらにもやってくれって、もう一度このウイグル、俺らの国に戻してくれよっていうふうに絶対言われますよね。ってなったら他の国には絶対応援します。そこ、そしたら中国はより追い詰められていくということになるので、簡単に香港を諦めてデモ隊の要求を受け入れるっていうことは中国共産党としては絶対にできないんです。ってなったらどうでしょう、この2択、強制介入、強制手段に出るか諦めるか、このどっちも選択できない、今中国は非常に苦しいはずですね。って考えたらですよ、もし本当に追い詰められた時に中国が僕らが想像もできないような手段に出ることは十分考えられるんですよ。だから全然安心できないし、引き続きそのいつね、その爆弾が爆発するかっていうのを気をつけなきゃいけないってことですね。その可能性は十分にあるし、ほぼないとは思いますけども、武力による衝突っていう、シナリオもあり得るんじゃないかなと個人的には思ってます。そうなってほしくないですけどね。ってなったら当然マーケットはクラッシュしますよね。で、中国って、ね、今国際金融に深く関わっているので、そこからの切り離しが起こるということは当然資金の逃避が起きます。リスクオフは加速します。ってなったら新興国はやばいですよね。もちろん韓国も前回の動画で話したようにやばいです。ってなったら世界経済はこれはまあ一旦ね、まあ、クラッシュするっていう方向に向かうんではないかということなので、引き続きアンテナを立てて気をつけていきたいと思いますし、また最新情報が出たらまた動画でこうやってね共有させていただきたいと思います。それではですね、ぜひチャンネル登録といいねをしてもらえたら嬉しいですし、動画の最後からメルマガの方も登録できますので、メルマガの方でですね、こういったインテリジェンスをより鍛えていくための話とか、どうやったら仕掛ける側の意図を読んでいくか、その情報操作を読み解いていくかみたいな話もいろいろとしているので、ぜひそっちも読んでですね、より国際情勢の流れっていうのを掴んでいってもらえたらと思いますし、それを実際のトレーディングにもこう落とし込んでもらえたらなというふうに思います。